湯野津駅は、島根県大田市温泉津町小浜にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。南独駅名として知られている。世界遺産、岩見銀山遺跡とその文化的景観のうちに、登録されている、湯野津温泉への玄関口の駅である。事務官コードは64万754。島式ホーム一面二線を持ち、列車交換が可能な地上駅。駅舎は、 線路から見て、海側のマスダ寄りにあり、ホームの間には、校内踏切がある。上下線とも両方向の入線、発車に対応しているが、一線スルーにはなっていない。駅舎は、JA 島根温泉津支店との合築で、その JA に出札業務が受託された、簡易委託駅となっている。窓口の営業は、平日の8時30分から17時まで、 ポスタン末による発見を行う。浜田鉄道部が管理している。2018年度の1日平均乗車人員は49人である。2004年度は132人。1994年度は255人。1984年度は430人だった。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅は湾王にある集落の山手方の端にある。 岩見交通大多市生活バス特急、スーパー松風、スーパー沖、快速、アクアライナーの隣の停車駅は、各列車記事を参照のこと。ありがとうございます。